クイーンズクライマックスシリーズ戦第7レースを制しましたのは松本明恵選手です。それではご登場いただきましょう。どうぞ。それではお掛けください。はい、ありがとうございます。失礼します。ほっとしたような表情も見せてくれました。ありがとうございます。よかったですよ、本当に、はい、ほっとしたございます。はい、それではレースを振り返っていきたいと思います。身長が変わりまして134スターダッシュ6号の並びとなっています。はい、まあ、松本選手はインコースからなんですけれども、はいはい、今日はこのスタートどうでした？わかんないですけど、行ける範囲で、もういくつとかはわかんないですけど、でも、もう昨日はもう本当にもう一番足は悪かったって、一番でもないか、はい、昨日よりは良かったですね。スタートも、はい、まだだいぶ良かったと思います。もう今節はそのスタートの行き足の部分などがもうバラバラだとお話しされてましたもんね。はい、もう本当に分からなかったんですけど、今日はようやくちょっと分かってきたかなと思います。はい、この7レースが結構いい船足の方揃ってましたよね。はい、ね、もうあんまりもうメンバーとかあんまり見ないようにしました。はい、はい、自分のレースに集中と。はい、もう、はい、逃げだけ考えました。はい、今こう船足っていうのはどのように評価できますかね。そうですね、まあ天神行ったタイムだったりとか、まあ、特訓の感じとかはそんなに悪くはないんですけど、そのやっぱターン回りだったりとか、今のスリット足は良かったかなと思うんですけど、まあ、その辺の伸びだったりとかが、まあ、やっぱり本番に行くとちょっと苦しいなっていう感じがあってですね、でもうそれに加えて乗りにくかったんで、苦しかったですね。苦しいですね。そんな中での一着、はい、人気に応えてお見事でした。ありがとうございます。でもこのレースはちょっとターン回りもちょっと上積みできたかなとは思えます。はい、良かったです本当に。はい、なんかでも買ってくださってる方がたくさんいたみたいで、オッズ見て、はい、良かったです。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ではですね、最後にお集まりいただいた皆さん、そしてテレビの前で見ている皆さんにメッセージをお願いいたします。はい、まあ、順位は乗りたかったんですけど、まあ、ちょっと実力不足で、まあ、今節はダメだったんですけど、まあ、来年につながるように最終日までしっかり頑張りたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ではカメラさんよ、お待ちいただきます。今節は、ね、本体整備なども行いまして、はい、もう船足に苦しいとおっしゃってた中での、ね、一着ですから、はい、それではですね、書き終わったら最後カメラに向かってポーズをお願いします。はい、7レース制しました松本選手でした。ありがとうございました。